怖い怖い怖い、テンション高いな。最後の灯しやべー、数分後には天空世界に旅立たないといけないんで、これあ、そうだった、忘れないで、あなたの大事な動画の最後に俺そういうの決まってる。確かに、初めで作ったこのテント、これをこの上に屋上に持っていく作業しなくちゃいけないんですよ。バカ重いっす。これ重いの？え、これ動かないっすよ、今多分大地くん一人だ。ちょっと待って、本当に重い。笑えないですよ、マジで。透明のビニールだろ。無理。4人でね、確かに上げていこうと。これがないとまず天空生活始まらないから。確かにバカ天気。なんだこれ。天気予報だって朝雨降るって書いてあったんですよ。俺ね、ガチで晴れ男なんだよね。聞いたことない、俺がガチで晴れ男っていう話。初めて聞きました。マジか。あ、そうなんだ。やばくね。めちゃめちゃ言ってるよね、俺ね。3日に1回は言ってます。俺晴れ男なんだよって3日に言うやつと、お前よく2年もやってこれ。キークルーっすね。何やかんやって完成しましたと、はい、風釣り様子は初めさんの動画で、はい、メインチャンネルに上がっております。じゃあ荷物取ってきます。準備は万端だね。はい、まずレギュレーションを説明しますと、このリュックに入る限りの荷物は持ってきていいと。で、あと編集も進めるためにパソコンと、あとさすがに100時間なので娯楽アイテムもありと。あとどのタイミングか分かんないですけど、我々から支給物資が届けられます。であとトイレとか下にやむを得ず行かなければいけない場合があるんですけど、そういった場合にはミッションが必要と。見ての通り、あの周り住宅なんで、ここで生活することは許可は取ってるんですよね。そうです、大丈夫です。なんですけど、あのさすがにここでうんこおしっこするのはまずいだろうということで、その時はミッションをしていきます。お風呂は？お風呂はまあなんやかんやで、お風呂入んなくても大丈夫だけど、おしっこはしないといけないですね。確かにね。まあ4日間もあるんで、ルール変更があるかもしれません。確かにね。まあさじ加減でね、いい感じでしなれない感じでいけると、はい、携帯はなし。携帯はなし。編集のためパソコンあるんで、うまいことをどうにか下に伝えると。やばいやばい、空気が抜けちゃう。ただちが入ることができました。どう？暑いですね。暑いんだ。物増やしていこう、そこはどんどん。いや、すごい頑張れ、ただち。俺たちは下界に戻るよ。いつでも遊びに来てくださいね。はいよー。その後、二度と彼を見る者はいなかった。聞こえとるわ。はい、始まりましたね。さっき12時のタイミングで中に入ってきたので、今12時1分とか2分とか3分とかですね。じゃあ生活しますよ。何をね持ってきたかをね、ちょっと紹介していきますわ。割り箸、これはご飯食べるために使います。で、時計ですね。カメラ置いてある下に鍋が置いてあります。ホットサンドメーカー、小籠包、バター、チーズ、食パン、ハム、 IH のクッキングヒーターです。まな板、包丁、水、パソコン、本です。これ本は読むときにまた紹介します。とても素晴らしい本を持ってきました。充電器系ですね。野菜のサプリ、スイッチ、ドラクエ11、あとは服です。何しようかね。非常に暑いんですよ、この中。熱中症と脱水症状にならないようにだけ気をつけたいですね。はじめさんからこの屋上以内だったらこの家の外も生活していいんじゃないかって言われたので、屋上込みで生活します。とりあえず寝ます。これ食品中より外の方がいいな。絶対腐るわ。外は風邪ひいてて涼しいですよね。じゃ食品を一旦外に持っていきますわ。何やかんやでも30分経過しましたよ。30分経過したんで199回分ぐらいか。開始から45分しかまだ経ってないんですけど、このね、建物の中に日中いるのはちょっと危険と判断したので、日が落ちるまでは外いますわ。避難してきたんですけど、別世界です。とっても涼しくて気持ちいい。お、遊びに来たんか。ちょっと見に来ました。大丈夫かなって。あのね、俺中にね45分ぐらいいたんだよ。あ、死ぬね。あ、これ死ぬんで一回外出ますわ。へへへへへ、外出てきた。じゃあまた。あ、もう帰んの。あまあ今みたいにね、下界の人間たちもたまには顔出してくれるみたいなんでね、今のところでも楽しいですよ。45分ぐらいしかまだ経ってないんですけど、なんかやっぱ最近外出れない生活が続いてるじゃないですか。もう皆さん自分の知ってる家の範囲内でこうやって外の光を浴びながら生活するっていうのはとってもいいですね。で僕今からちょっと本読むんですけど、素晴らしい本だなって思って最近読んでるんですけど、この畑野博さんっていう方のなんで僕に聞くんだろうっていう本を今から読みます。僕が説明できるような感じじゃないんで、興味ある方は読んでほしい。ケンスケが遊びに来ましたよ。ケンスケはここにいるんでね。ここで寝てるから、ただただうわーって聞こえたら、そう、命の危険を感じたらそういう助けを呼ぶことがある。まあ頑張るわ。はい。顔近いの恥ずかしくない？恥ずかしいし、なんな。いろいろ心を
無にして考えることができますね。ずーっとぼーっとして考え事してた。ちょっと棚沢の自宅ルーティン的な感じになっちゃうな、この動画。すいません。なんやかんや16時を過ぎたんですけど、ここで大変なことが起きました。まあ頑張ってもう暑さに耐えながら1時間くらいまぶたを見てたんですけど、そしたらね、入り口が塞がってしまいました。天井も分かりづらいと思うんですけども、目の前なんですよ。俺もう出れないんですよ、ここから。ということでね、パソコンを持ってきてて、残り 17% だけ動くんで、うわ、めっちゃ熱いパソコン。なので、Twitter の DM を使って、みんなに助けを呼びます。今いる人たちに送りました。これ見えるんかな、まずこれが。気づいたら出れなくなってました。誰か助けてくださいって送りました。やべえ、天井地形。出れないんよ。空気を入れてくれ。オッケーオッケー。なんとトマトくんがたまたまツイッターを見つけ助けてくれます。ありがとうございます。脱出はしましたが、問題が解決できていなかったということで、トマトくんニコニコホース研究所の方が家の中でブロワーを焚き、一日中このテントに空気を送り続ける機械を発明しました。騒音対策ですね。そう、これ結構威力はすごいんですけど、音がすごいんでね、これはもう家の中からできると。そう、すいませんね。いいえ、頑張ってください。はい。18時、開始から6時間ですよ。ちょっとお腹が空いてきたなって思ったんで、ご飯作ろうかなっていう。今回どうしてもね、使いたかったね、商品があるんですよ。ホットサンドメーカー。食品を取り扱うので手袋をつけます。ホットサンドメーカー、ここにバターをちょいちょい、そしてここに小籠包です。サンドしますか。うまそう。初食事ですよ。じゃあいただきますね。うんま、うんま。1個目にしてはこれ最強ということで完食です。はい、今もう8時です。で、今から本日撮影した、まあ今撮ってるこういう動画も含めて編集していきます。で、これ自分映してるんですけどね、ほとんど見えないんで、ライトが欲しいですね、照明。あとは床が硬すぎてこれ眠れるんかなっていう。とりあえずまあ救援物資が来るのを待ちます。おー、ん、あ、そっちか。うわぁ、アズネさんがライトと毛布を。寝具ですね。寝具、ちょうどさっき床が硬くて寝れんなって言ってたんすよ。完璧だ。これは完全に寝れる。ご飯食べた？ご飯食べた。美味しかった。マジでうまい。よかった。楽しめてそうで、よかったっすわ。うん、そう、なんか今のところね、まだやっていけますわ。よかった、よかった。はい、頑張ります。ありがとうございました。いや、いいもんいただきました。健介、はじめさん、ありがとうございました。11時15分、寝たいと思います。今日はおやすみなさい。10時半です。お家の中がですね、だいたい9時ぐらいになると暑すぎて生活できないレベルの暑さになるんで、パソコンとかカメラとか機械系を外に持ってきて、1時間半ぐらいはボケーっとしてました。ちょっと小腹も空いたんで、ご飯を今から作っていきます。まあ、前回のホットサンドメーカーを使うのは変わらないんですけど、この食パンとハムとチーズを使って、まあ普通にトーストっていうかな、わかんないけど作っていきますね。めちゃめちゃ健康的な生活じゃない、これ。皆さんなんかやった方がいいっすよ。はい、じゃあ出来上がったんで食べます。え、めちゃめちゃうまそうじゃないですか。いただきます。うまっ。完食しました。美味しかったです。今のところ食も睡眠も娯楽も充実してて調子いいっすね。今日もなんとかやっていけそうです。ご飯食べ終わって今11時20分、おしっこがしたいんですよね。で、ちょうど、ん、先生がさすがだって、ほら、ちょうどそこにねいるんすよ、うちのボスと
うんこが。そう、おしっこするためのね、ミッションをね、もらわないといけないんで。ミッションどうしようかな。同じ筋トレできないから、この期間。腹筋はやっぱ体の中心なんですよね。はい。これが人間の軸になると思うんで、はい。アブローラ30回です。膝つきアブローラ30回。これでおしっことのバランスを取るんです。はい、じゃあこれでおしっこしますわ。頑張れー。ということでね、アブローラ膝つき30回をして尿行かせていただきます。ラスト。30。トイレ行ってきます。1時開始から25時間、つまり4分の1が終わったんですよ。日差しがすごくてめちゃめちゃ日焼けして体が痛い。あと考えることすらもなくなってきて、小学校と中学校のクラスメイト今何やってんかなとか、急に昔が恋しくなりましたね。ただいま2日目のもう4時です。やることがない、本当に暇なんですよ。ここで暇つぶしにね、ゲーム買ってきたんで、ちょっとこれで暇つぶししますわ。どうしたんだ。プレゼント持ってきたぜ。なんかさ、昨日初めからソファーもらったっていうことでさ、はい、なんか俺もそういうにソファーに続く何かあげようかなと。ああ、家具。家具。はい、もらいもらい。おお、これは机ですか。机、ほらソファーってあったら机じゃん。パソコンもできるし、飲み物とか食べ物も確かに食べれるし、それいいっすね。いいでしょ。夜ご飯は中で食べたいなって思ってたんですよ。いいじゃんいいじゃん。ちょ、じゃあ膨らましますわ。おう、マジで日焼けしてんじゃん。これじゃ元。バカ日焼けする。机を無事中に入れられました。入れるわ。はい、ただいま19時、ここで哲也が来ました。何しに来たんだよ。ご飯よ。ああ、今日僕が持ってきたのはですね、はい、これですね。何それ。これホルモン鍋、うどん入りです。神やん。で、あれ食べ終わると、はい、汁が出るんですよ。これ塩にぎりも買ってきたんで。神やん。で、ここではまだ終わらない。なんだってなんだって。僕酒飲めないんだ、はい、酒も買って。うわー。この生活で酒飲める時が来るなんて。ほな、もう早速調理しますよ。蓋を取って凍ったまま火にかけるだけ。2日目夜の飯です。では天空生活に乾杯。そしていただきます。うわー、鍋も食べますよ。うん、まっ。うますぎて死ぬわ。ちょ、今日の方が疲れたな。やっぱ日に当たってる時が長かったから日焼けかな。はい、じゃあ2日目夜のご飯完食です。はい、ごちそうさまでした。哲也大地くん、ありがとうございました。おはようございます。3日目の朝8時。もうすごい規則正しい。うわ、髪がもう、やっぱお風呂にも入ってないんでね、不潔感あるっすけど堪忍してください。今日なんか晴れっていうよりは曇りっすね。今日も天空生活を楽しみたいと思います。9時。昨日だったらね、外出てもう避難してたんですよ、暑すぎて。でもなんか意外と今日曇ってるし、耐えられないほどの暑さじゃないんで、ちょっと編集します。ご飯は作って食べないとね、やっていけないんでね。もう残ってるのが食パン1枚とチーズだけなんで、昨日作ったやつの劣化版みたいなの作って食べます。チーズとパン焼いたやつ。最初の方は優雅な食事だったのに、でも美味しいです。生きてる感じがします。ごちそうさまでした。そしてこれで食料を食べきりました。全然元気なんすよ、見ての通り。日焼けと筋肉痛がやばすぎてもう動けないっていう。だって飯食った。食いましたよ。昼はまだ。昼はまだ。ってことはお腹空いとるということだ。お腹はすごい空いてます。待ってな。ヤッホー。緊急特殊支援物資や。やば、なんだそれは。え、まさかこれは。じゃあめくってみるかな、この海苔のこと。不思議。はい、なんと東京だけでなくですね、いろんな店舗できそうなところだけでテイクアウト始まったらしいです。やば。上で食うってマジ。お、いいっすね。足いててててで、どうなってる足。やば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 。待って待って待って、やけどじゃん。もう立ってらんないんすよね。ちょっと、え、待って待って、すごいすごい、本当にやばいやばい、涙出る。これはまさかこの生活中に人と飯が食える時が来るなんて思わなかったな。やばいよ、 OL をやってること。これうわ、うんま、本当にうまい。麺が、汁がうめえ、汁びたがうめえわ。どうでした。どうでした。ごちそうさまでした。なんか下に持ってくもんとか買ってくよ。僕です。僕です。僕です。みんながご飯を食べに来てくれて、充実した時間を過ごした結果、今
もうすぐ14時、50時間経ちました。半分です。これでなんやかんや楽しく生活してます。今日の家具だ。おほ、空気清浄機だ。ありがとうございます。今10時です。なんかすごいめちゃめちゃ快適で、編集がはかどっちゃって、一生編集してたらこんな時間になっちゃうっていう。ということで、陽平くんから夜ご飯でもらったこの野菜、食物繊維完全に足りてなかったんでね、野菜スティック食べて今日は終わります。おはようございます。10時です。そして雨が降りました。悪い出だしですが、4日目も頑張ります。下界の民が天空世界へやってきたぞ。例のブーツだぜ。サバイバル生活というのカップ麺だ。ラーメン、うどん、豚汁にワンタン、そして野菜。やっぱね、タンパク質不足しがちだから、また多分夜か夕方来るわ。また数日もな。はーい、時は12時10分。よし、やっていくよー。完成です。服変わったんですけど、持ってきたリュック見てたらありました。でも黒 T シャツにタオルって、完全にラーメン屋のおっちゃんっていうね。ラーメンとワンタン、野菜スティック食べます。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。地球星だよ。そろそろ寂しくなるかなと思って、はい、たくさんのお友達を用意しました。はい、ということでね、トマトくんからの支給物資が届いたんで一個一個見ていきます。じゃあまず日焼け止め、コプテピピックの、お、カップヌードル、そしてデザートだこれ、パイナップルの缶詰テキーラっす。テキーラ渡してきましたこの人。これで以上になります。じゃあトマトくんからいただいた差し入れたちを食べていきたいと思います。まずパイナップルいただきますね。食後のデザートなんてあるの初めてだ。うまっ。うん、うまい。よし、そしてこれ飲まなくちゃいけないんだよね。ちょっとだけで勘弁してほしい。こんくらい。うわ、おしっこみたい。なんかやだな。実はさっきパイナップル食べる前に飲んじゃって、動画の落ち着けらんねえから2回目撮り直してんだよな。トマト君ありがとう。乾杯。うん、おいしい。あれから何度かね、空気が抜けたら入れたり、入れて抜けて入れて抜けてを繰り返してたんですけど、そうこうしてるうちに16時、24時間です。あと家に帰るまでが天空生活なんで気は抜いてないですけど、やっと本当に本格的に終わりが見えたなって感じです。陽平くんが今日の夜ご飯を持ってきてくれました。これですね。わお、カレー。ご飯だけ多分レンチンだから、レンチンして持ってくるわ。じゃないと食えんよなこれ確かにチン押してくるぜ。やった、ありがとうございます。完成しました。これを食べるんですけど、ただいま7時20分、だいたい7時半っすね。どうせなら外で食べたかったな。これ外で食えるか。外で食えるな。はい、天空最後の食事なんで、ちょっとせっかくなんで外で食べますわ。いただきます。うんま、やっぱ外で食うカレーが一番うまいっすね。いや、100時間もあった天空生活も、次朝迎えたらあっという間っすからね。なんか最初はやってみたいなとか言ってたけど、実際こういう食事の提供とかがなかったらしんどかったかもしんない。ご飯を食べれたことがっていうよりは、そういうのを私に人が来てくれるから、人が来てくれることによってやっぱ話したりコミュニケーション取ってメンタル保てた的な部分があるんで、人と話したりするのって大事だなって思いましたわ。まあ、まだ終わってないんですけど、日々のありがたみを知れる天空生活でした。おやすみなさい。ごちそうさまでした。最終日の10時半です。急な大雨と雷で私はとっても怯えています。皆さん、朝を迎えられたら朝に会いましょう。さらば。おはようございます。最終日の朝7時、16時で終わりなんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと9時間で終わりです。夜中めちゃめちゃ雨降ったのに、今意味わからんぐらい晴れてる。残りの9時間楽しみます。9時半、最終日めちゃめちゃ晴れて、これ絶対もう手遅れだろうっては思うんすけど、せっかくもらったんで使いますわ。このぬるぬるを塗るのが100時間お風呂入ってないんで嫌ですね。じゃああと6時間半頑張ります。12時、つまり96時間、96時間経過しました。そんな
た夏に最終日はまさかの盆深夜です。一緒に食べてくれるんですね。みんな分あります。お、いただきます。いただきます。いただきます。待って、めっちゃ暑くない？よく生きてるね。埼玉県熊谷市で育ったとか行きましたね。暑さに耐性があった、うん、どうですか最終日。いや、いいっすね。いいっすね。めちゃくちゃこっちのセリフだから非常に降りたら何したい。面白くないこと言うと風呂。やっぱ何回かトイレ行くじゃん、チンチン出るじゃん。日に日にね、汗溜まった匂いするんよね。生きて生きていく。チンカスは？チンカスはたまんないさ、あの光景じゃない。村井ゆうちゃんの公式ツイッターとか。いや、オフィシャルでも前からありましたよ。いや、もう個人のできましたわ。地上帰って一番先にやりたいことフォローします。夏あと4時間頑張ってください。頑張れ。頑張ります。日射病だけ気をつけて。頑張れタナッチ。俺も頑張るからさ。15時半あと30分なんで帰りの準備を始めます。終わるぞ、ついに。あの支給物資はまだ残り中に残ってるんですけど、自分で持ってきたものたちやゴミは全部回収終わりました。他は後で持って帰ります。あとは時間を待つのみです。16時です。緊張で出すとか言ってたわ。終了です。このテントともついにさよならの時間です。じゃあな、テント。楽しかったぞ。帰ります。ついに地上に帰り。いや、頑張った。頑張ったよ。